築75年の古民家を住みながら改装してます。今日はこの大きな窓、冷房効率も悪いので二重窓にしたいと思います。こちら材料になります。だいたいホームセンターでもうカット済みです。あと騒音とかもありますので、ホームセンターの方でもうルーターで、こんな感じですね。これ16×40 の赤松材を使ってます。ルーターで掘り込んで、これは3になるところです。あとこちらですね、これですね、12ミリ厚のラワン材を、18ミリに、まあ、パネル層でカットしてもらいまして、これですね、窓の飾り枠をこちらですね、作っていきたいと思います。それでは3を取り付けていきます。まあ、この位置に打ってしまうんですが、後で、上から滑りやすいテープ、敷居テープを貼りますので、まあ特に問題ないです。はい、じゃあ下側の3、ネジを合計5箇所ですね、で止めました。次に上の3を取り付けていくんですが、この建物ですね、築75年ということもありまして、この左右のですね、窓枠の高さが12ミリ違うんですね。まあ、家が歪んでるんでしょうけども、まあ、それなので3にですね、まあこんな具合に下駄を履かしてやりまして、これでこの高さの調整をしたいと思います。まあ、上は力がかからないところなんで、まあ大丈夫でしょう。上の3がこんな感じでつきました。それでは縦枠を、取り付けていきます。こっちもですね、よいしょ、縦枠もつきまして、次はこんなところにですね、よいしょ、よいしょ、枠の外側ですね、つけていきたいと思います。これをつけることで、よいしょ、ここがですね、窓をスライドさせる3として、機能するわけです。ちょっとこれクランプで固定しながらつけていきたいと思います。で、今クランプで仮止めしました。で、ここは前から、見て目立つところなので、ネジではなくて、まあ、本当に小さい釘で止めていきたいと思います。上下ともに、見えますかね、こんな感じで取り付けまして、これで3と外枠は完成です。次はですね、窓枠を組んでいきたいと思います。それではですね、この上下の枠に固定ネジを打つための下穴を開けていきたいと思います。まあ、大体でいいんですけども、まあ、2センチの位置、この辺りでしょうか。やっぱ下穴を開けないと木が、ね、割れてしまうことがありますので、まあ、念のため開けていきます。
こんな感じで接合部分クランプで固定をしてから、ネジを打っていきます。こちらからですね打っていきます。もう片側の窓枠も組んでいきます。こちらは、3にはまるように折り込みをしています。じゃあこちらも下穴を開けて、ネジで留めていきます。窓枠が2つ完成、組み上がりました。で、ここに補強をつけて、あとはもう、樹脂板などをつけるだけで窓としては完成するんですが、まあ、それでは面白くないので、こちらですね、このラワン材カットした、まあ、これを使って、飾り枠などをちょっと作っていきたいと思います。それではちょっと細工をしていきます。この辺ですね、この辺につけていくんですけれども、本当はこんな風にねちょっと彫り込み入れて、こっちにも彫り込み入れて組み合わせていくと丈夫なんですが、まあここはただの飾り、力が入らないところなんで、これはですね木工用ボンドでつけていきたいと思います。でこれですね、これはこの窓枠の横方向の補強に使うものなので、ここに彫り込んでいます。でこっちもね今から彫り込みを入れて、組んでいきたいと思います。木工用ボンドでラワン材、カットしたものですね、接着しました。ここに窓の横方向の、補強になるですね、こちらの柱つけていきたいと思います。ここは彫り込み入れてますので、今からこちらの窓枠ですね、彫り込んでいきたいと思います。それではトリマーと、のみでここですね彫り込んでいきたいと思います。ちょっと機械使うのに撮影しながらだと、ちょっと片手で危険なので一度、撮影止めさせていただきます。はい、ちょっといびつですけども、彫り込みました。他の箇所も同じように、やっていきたいと思います。それでは、4箇所ですね彫り込みました。ではここに木工用ボンドを、つけてこちらですねはめ込んでいきたいと思います。補強材をはめ終わりまして、このようになりました。飾り枠をすべて組み終わりまして、このように、もうちょっと引かないと釣らないですね、このようになりました。同じように、もう一枚ですね、これを作ってやって、樹脂板を裏に貼り付けていきたいと思います。クラフトフィルムですね、こんな感じで、切り分けまして表面に、100円ショップで買ってきましたすりガラス風シートですねを貼り付けました。まあ、だいぶね、この貼り付けると雰囲気がね、違うんじゃないでしょうか。じゃあこれをね、窓のこの裏側からですねタッカーで取り付けていきたいと思います。タッカーで裏側から、フィルムの方ですね貼り終わりました。これと同じものをもう一組、作っていきます。それでは窓をはめ込む前に、この、敷居ですね、この3にこの敷居テープを貼っていきたいと思います。こちらのテープですね、この3はもちろんなんですけども、引き出しですとか、スライドさせる構造のものに貼っていただきますとすごく、滑りが良くなって使い勝手が、ね、良くなりますので、参考までに。はい、敷居テープを貼り終わりました。
このような感じですね。色が、木の色と似てるんで、あまり目立ちませんが、もう滑りがですね、格段に良くなります。完成した窓をはめ込みまして、これで完成です。いかがでしょうか。ちなみに隣の部屋はですね、こんな感じで千本格子障子窓っぽく、作ってます。これも赤松材と、ラワンのベニヤ板を使って作りました。ちなみにこちらの窓ですね、元の窓とこの二重窓の間にですね、この LED ライトを仕込んでおりまして、これ夜になるとですね、障子にですね、光がこう滲む感じの間接照明になりまして、それと同時に、外からの視界を防ぐ、光のカーテンの役割もしています。それではまた何か、作りましたら YouTube の方アップさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。